ストレスはいずれにあなたを殺してしまう。全部皆さんおはようございます。本日の紹介したいのは、一旦落ち着こう。前の動画見たのあなたは、今の動画では、前の動画にも僕が紹介したのは、やっぱりあなたはこう特に欲求休暇取るときにはあることをしなければならない。これはね、前の動画ちょっと語ったので、それをその前に見てください。僕はこちらのチャンネルで、だいたい対人恐怖症対策、タイマン対策、いろんな LOA とか NLP を使って、いろんな心理劇とかいろんな心理学的なものをみんなにシェアしますね。もしよかったら高評価、登録、友達と、それと、ワンちゃん、ニャンちゃんにもシェアしてください。僕はこちらのチャンネルで、だいたい毎月と日曜日をアップロードしますので、ソロもご了承してください。僕にも全てのソーシャルメディアにもフォローしてね。では参りましょう。アレクのメディア、落ち着くのはなかなか難しいって思ったりことがある。その原因はね、あなたのせいではなくて、やったあの現象が起こるはせいをした方がいいよと思います。特に自分がキレるとかね、何が起こるかというと、その時の頭脳ではあることが起こる。我らの、通常のベータステータスから高いのベータステータスに自分のステータスを移すということですね。全くわからん。そのベータステータスというのはファイトオフライトですね。つまり戦うか逃げるというステータスです。走り走り、そのステータスに一回移ったら何が起こすかというと、昔の石器時代では人は例えばトラとか戦ったり、トラと戦おうか逃げるというのはそういうやつになったんですけれども、だから自分が自分の今の力以上の力を使うようになる。そのアドレナリンがだんだん返ってくるからね、コルチゾールかつアドレナリンが入ってくるというのがこういうステータスなんですね。だがそのステータスにあるマイナスがある。何？そのマイナスはなんと、そのステータスをずっとやり続けるとあることが起こる。いろんな病気が起こる。そして危篤、つまりひどい病気も起こりかねないと言っても、みんなそれはご了承ください。ふざけるな。しかし現代では我々はそういった環境、トラと戦う環境とかがなくなったので、現代ではそのファイトフライトモードでもまだ使ってる人がたくさんいる。やばいよやばいよ。そのどんな状態に使うかというと、例えばいろんなね、上司とかパワハラとかねもらったら、これはストレスがかかる。ストレスの状態で我々はああいう状態になるからこそ、全身が全身の筋肉が圧迫されているから、何が起こすかというと、もう体はすぐに疲れてくる。これはね、本当にこう、ドラゴンボールといったら孫悟空が海王拳の時には、2倍以上超えるとお前の体が持たんぞ悟空。孫悟空長くできないでしょ。海王拳は長くするとものすごく疲れている。自分の人生のこの寿命も削ってくるというのはこれね、海王拳の力ですけれども、これも人間と同じ、このストレスの状態にはもちろん自分はこういうものになるというのはみんなに分かりいただきたいんですね。あ、スプーズ、チンの中でそのストレスの状態でコルティゾールが流れてくるというのはね、で、あるのアクスフォードの学者があることを見つかったわけです。見つかったのは、そのコルティゾールが体中ね、血管に流れているのはただ90秒ですね。その中では90秒ルールが生まれたわけです。その90秒ルールは何でしょう。1番、毎回ストレスとか抱えてるとき、またはもしせっかく要求休暇を取ったのにあまり疲れが取れていないということですね。何がするかというと、そのストレスの源から離れて、体と心を離れて他のものをする。何するかというと、1番、散歩とか
または手洗いに行って、その手洗いとかに行くと他の考え方が出てくるというのは、他の欲求が出てくるということですね。でその普通に目を閉じたまま呼吸するとか瞑想はものすごく良いだし、だから、まあ、コールやって、または今ね バイナルビーツですね、バイナルビーツか、まあ、普通に書いたら、または432Hz のビーツを普通に書いたり、それを聞いたら、あ、すごく落ち着くねって、散歩したら落ち着くねとかね、まあ、犬とかワンちゃん、まあ、猫とかと遊んだりも同じボタンになる。自分の体と頭と体が違うのとこに行って、でそれただ90秒でそれをやったら、自分の作業とか、まあ、やったことに戻ったら、そのストレスの要素がなくなるっていうのが、そういう現状ですね。リカップ、どうやって我々は、まあ、ストレスとか乗り越えるかっていうと、1番、90秒用ルールをする。それは、まあ、2番はこの90秒用ルールで、90秒でその自分やったの作業から一旦離れて、頭と体をその作業から、まあ、その源から離れて、そのストレスの要素から離れて、そこから何するかというと、まあ、散歩したり、バイナルビーツとか、または、432Hz のビーツを聴いたり、瞑想したり、目を閉じたまま呼吸したり、ステルスエクササイズしたり、手洗いとかに行ったり、いろんなものして、で、あとはその作業に戻るというのはポイントです。それを3番目を毎回するときには、もうすごく自分は、あ、こういうものがストレスをかかるよって、だから以前にこれはもうなんか感じれるようになるっていうのは3番目のパターンですね。それでは皆さん、僕はこちらの動画毎週日曜日します。もしよかったら高評価、登録と無駄と、ランちゃんとニャンちゃんと恋人にシェアしてください。次の動画なんですけれども、この壁を一緒に乗り越えようぜ。どの壁かというと、みんなに後で教えてますので、それをちゃんとチャンネル登録した上で分かるようになればと思います。本日の質問は、あなたは現在いつストレスを抱えたことある？どんな場面でストレスを抱えたことある？それをコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。そして皆さん、僕はこちらのチャンネルで大体体重保障対策、大麻対策、心理学、いろんなものをシェアしますね。もしよかったらこの間この2つをご覧ください。では最初グー、じゃんけんぽい、はい、チョキでした。グーでした人お勝ちだよ。明日はいい日になるよ。